はい、というわけでどうもこんにちは、チャリキャンの塩でーす。というわけでですね、前回はね、今画面で見てる通り芝生をね、足りてないところを一面張ったんですけども、芝生を植えてから3日程度ですかね、3日程度経った状態がこんな感じです。よく見るとね、ここら辺とかね、砂がね、削れてちょっと埋もれてまた隙間が出てるっていった感じなんですけども、また別の機会にやるとして、今回は何をするかと申しますと、こちらですね。まあ、以前に石垣を作りました。で、この真ん中に、まあ、空間ができてしまったというわけで、まあここを、まあ、なんかで埋めたいなと思った時に、まあちょっとうちにね、小石がいっぱいあるんで、その小石で埋めたらいいなと思ったので、小石をね、洗う作業をしたいと思います。で、なんで洗うかっていうと、土の中とかでね、いっぱい埋まってたんで、泥とか土がね、まあこびりついてるというわけなんで、水洗いをしてここに石を並べたいと思います。そして今回洗っていく石たちなんですけども、バケツは3つくらいあるのかなちょっと1つバケツじゃないのかなんですけども、こちらにあるバケツがまあだいたい石、小石といった方ものが多いんですけども、手前2つに関してはちょっとね、まあ土の塊っていうのも混ざって、石じゃないものも混ざってるんですけども、まあそれをね、選別しながら、石をね抽出したいと思います。早速石洗いをやってみたいと思います。では行きましょう。チャリキャン。では入れていきたいと思います。はい、というわけで大方終わりました。こちらの方にね、先ほどの石が大量に抽出したわけなんですけど、こんな感じでね、もう細かい石とかがずらーっとあるんですけど、まあね、ちょっと砂は残ってるとかはあるんですけど、まあ別にちょっとくらいいいかなっていう感じで、はい、大体でやっていきたいと思います。では並べていきたいと思います。チャリキャンよいしょ。はい、一気にいきまーす。はい、というわけでね、いい感じに石を並べれることができましたちょっとね、石がねまだ砂がかかってね、茶色く見えるんですけども、黒いシートよりかはまあいい感じじゃないかなと思いますね。ちょっとね、あともう一個問題があって、もう半分がね、全然足りなかったっていうまさかの石不足。この石、残った石に関しては多分キャンプ作り進めてたらまたね、いらない石みたいなのが出てくると思うんで、この時にね、またやってみたいと思います。とりあえずはね、右側半分がね、いい感じにできたので、まあ、雨とかが降ればね、また砂とか泥も落ちて、またちょっとね、輝いて見えるんじゃないかなと思いますね。まあ、このままでいきたいと思います。というわけでね、今回は謎の空間をね、ちょっと石で埋めてね、いい感じにね、
することができました。というわけで、ね、今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、しおでした。バイバーイ。